ょっと画面が違うフォルム、フォルムっていうか、フォルム、フォルムじゃないな、このいつもより、いやね、変わりましたね、詰まってんじゃない、いい方向で撮られてるんじゃね、いい方向で撮られてる、うん、実は今まで iPhone でツイキャス配信してたんですけど、はい、ちょっといつからかな、新調されて、うん、タブレットになってますね。ねえ、これいつからですか、タブレットになったの。先週からですね。先週から、ざっくりと。お金持ってますね。先週僕らも出たんですけれども、まあ、つまり、ね、木曜日ぐらいかな。木曜日か。ぐらいで投入されたのかな。ねえ、いいですね、やっぱり。楽ですね、ちょっと。ということで、早速コメントが来てます。はい。与田さん、大江さん、こんばんは。こんばんは。今日はちゃんと最初から聞いてますから。あーからね。先々週寝ちゃってた人。いすず、石峰さんですね。はい、あ、もちつさんも、こんばんちゃ、ペローンと言ってペロンってね、ペロンって言ってるでしょ。うん。今日 Facebook で、うん、あのモンチッチさんが、うん、今日は飛び出すマーメイドさんの担当の曜日ですよって、はいはいはい、トナイトファイブ聞いてくださいねって言って、うん、コメントがあったわけよ、うん、それで思いっきり僕コメントが来てたんで、うん、ペローンって返したんですよ、うん、ほう、はいはい、そしたら今こうツイキャスでペローンって来てますね。そういうことか、うん、なるほどね。ひらがなペローンですよ。なるほどのペローンですわ。本当にペローン、つまり君がペローンの発起人なわけね。まあパイオニア、パイオニアなわけね、はい、本日のペロンの、まあ、パイオニアペロンですよ。パイオニアペロンか、そうか、はい、ペロンペロンだな、本当にそれはな、うん、飛び出せマーメイドの週水曜日はおゆっくりと時間が流れていきますので。そうですな、本当に急ぐことないですからね。そうなんだよちっちゃなことからコツコツと。いやいや、それものすっごい先輩のやつ、それ一番上の先輩のやつです。一番上の先輩の人だからこそ、うん、みんなが、うん、使っていいっていう誰が決めたんですか、それは。変なルール作っても本当に今僕がね、うまく作っちゃった。はい、そうか。いや、もう今週、うん、まあ先週から今週の水曜日にかけて、うん、結構飛び出せマーメイド、うん、いや大忙しでしたよ。しましたね。まあ、あの島全部で大きな祭、うん、国際映画祭がありますので、はいはい、宣伝も兼ねてね、うん、結構いろんなところ行ったね。いやいや、もうちょっと今手帳ね、うん、ちょっとだから見返そうかなと思って。あ、そうだね、結構いろいろ行ったからさ、まあ思い返すと、うん、結構行ったね。伊江島、まあまあ、伊江島も行ったね。伊江島行ったんだよね。伊江島、皆さん分かりますかね、あの有名な伊江島タッチュっていうね。伊江島タッチュやっぱりすごかったね、かっこよかったね、見たら。岩田も初めて行った。あ、俺、あのまずね、離島、うん、離島に行ったのこれ初めてなの。あ、マジで？沖縄来てから。あ、まあ、今日そういうこと、そういうところがあったのは知ってた。伊江島タッチューとか。だから俺が伊江島タッチューの存在を知ったのは、うん、今まで、まあ、ちょっと本当曲変わっちゃうんだけど、うん、知念と一緒に、FM21 っていうところであのラジオやってるんだけど。ああね、昨日も出てた知念たかしね。うん、うん、一昨日かな、うん。なんかポスターに、うん、あのポスターなんか演歌歌手、ローカルの演歌歌手なのかな。うん、わかんないけど。あの伊江島タッチュー恋文みたいな、なんか、あ、歌、あのポスターが貼ってあってまあ60代ぐらいのね、なんつーの、おばさまがこう綺麗なドレスを着て、はい、バックに海となんか山みたいな背景のポスターが貼ってあって、はいはい、最初ね、俺方言もわかんないから、うん、なあこれタッチューってみたいなよく、まあね、わかんねえよ。そうだ、方言だからね、言ってみたら、なんだなんだみたいな感じで言ってたんだけど、うん、ね、そしてこうずっとそれ頭の片隅にあったんだけど、うん、何、 O1 グランプリのさ、うん、予選、はいはいはい、O1 グランプリの予選で、うん、FEC、はいはい、FEC に所属してるあのミッチーさん、ミッチーさんっていうピン芸人が、いるじゃないですか。うん、いる。彼が伊江島出身らしくて。あ、だったっけ。うん、で、漫談の中で伊江島タッチューの話をしてたのよ、うん、そのネタの中で。はいはいはい。でそれで伊江島タッチューってなんか聞いたことあんな。あ、そういえばあのポスターにも書いてあったわ。伊江島タッチューって何なのって、聞いたの。その横にドサンコ室田、同期の吉本の芸人ドサンコ室田がいて、はいはい、聞いたら、伊江島タッチューってのはなんか山みたいなのがあるんだよみたいな
な、有名な山みたいなやつがあるんだ、あれっつって、はい、うん、みたいなところ、あ、なんか有名な山なんだと思ったの、はいはいはい、で、同期の吉本の波里亮っていう、ああ波ちゃん、はいはい、波ちゃん、ピン芸人も、はい、まあまあね、今回のこの家島の営業も一緒に行ったんだけど、はい、波ちゃんにも聞いたの、はい、家島タッチューっていうのがあるんでしょっつって、はい、有名なんでしょ、すごいなんか有名な山があるんでしょっつったら、はい、波ちゃんが、あ、有名なんですけど、あの180メートルぐらいしかないですって富士山があの3000300とかじゃん、何だったっけ、3000ね、いや180点みたいな、なみちゃんが、うん、厳密に言うとあの丘ですって言って、山、丘なんだ、山じゃねえんだっていう、なんだけど、うん、実際見たらすごい高く感じるよね、なんかな、しかもなんかね、やっぱ丘、実際丘だったかもしれないけど、うん、なんかあの高さといい、こう絶壁、そうそうそう、なんか本当にシンボルみたいな、なんか緩やかではなかったよな、はい、反り立ってたよな、反り立ってた、なんか、うん、悠々白書に出てきそうな首くくりとな、むか、あ、それかも悠々白書の、あの大会が行われた場所、あ、そう、トグロと戦ったあの暗黒武術界の島の名前、首くくりとな、あれ首くくりとって言うんだ、うん、俺あのゲームボーイのソフト持ってたわけよはいはい、はい、あの回のね、うん、始まりが、あ、はい、あ、悲しい、あ、めちゃ、あ、あ、すごい笑顔、セクシーガール、セクシーボーイ、セクシーボーイ、セクシーボーイボーイ、まあまあね、ジェントル、ジェントルメン、観覧の方がね、うん、あの海外からのお客様が、ね、ちょ、お酒飲んでる、お、うん、お、ミュータントタートルズノー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 ミュータント、ノーミュータント、通じてる、あ、ほんとミュータントタートルズの T シャツだ、うん、すごい、あと、ベリークール、ちょっと待って、日本語、え、なに、この指、知ってる人、え、え、知ってる人、知り合い、飛び出せモハメド知ってんのかな、あ、うん、excuse me、 excuse me、 うん、 excuse me、 kiss me、 は？バカ野郎顔は絡めてる、いやいや、またまた、え、あ、おお、キス、投げキス、すごい、 Thank you、 いいじゃないですか、あ、めちゃくちゃ、いやーこれ日本語わかるのかな、あ、 Thank you very much、 バーイ、 Thank you、 すごいね、はい、まさかラジオで異国の人と喋るとは、まあね、だ、それが生のね、すごいところだし、そう、飛び出せマーメイドのね、うん、いいとこでもあり悪いとこでもあるのは、うん、あのあのな、ブースのこのラジオ局の観覧できる、ね、鏡になって、あ、鏡っていうか窓、はいはい、ガラスになってるんですけど、はい、通行人とかが立ち止まって聞いたら、うん、俺らの会話しようとしちゃうのねそう、いや、ね、いや、あっちもあっちもな、多分勇気を振り絞って聞こう、あ、何かやってる、発信してる、面白いことしてるんじゃないか、うん、ちょっと見ようかなって ね思ってるから、俺たちもすごい、ね、その人たちとやり取りをして、したいじゃない、うん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 、まあ、俺言うならちょっと 2,3 分前ぐらいに、うん、そこの今の海外の方が恥ずかしそうに、うん、こっち通ろうかな通らないこうかなみたいなしてるの見てたわけ俺、あ、そうなの、岩田がずっとこっち、岩田は見えないと思うけど、うん、はいはい、ちょっといるわけよ、いてから、 あ、そうだったんだ、うん、そう、で俺もミュータントタートルズの T シャツも角度の関係でちょっと見えなくて、あ、そうなんだ、ごめんね、あ、なるほどね、うん、あ、そういうことだったんでね、多分ね、ここやっぱ FM 小座、うん、やっぱ小座だから、うん、結構海外から来る人も多いし、ね、周りはバーとかも多いから、はい、エゾさん、あの外の人に話すパーソナリティって結構多いっすか、いますね、あ、やっぱり、うん、そう、やっぱね、気になるりますからね、まあね、あっちも会話をしたがりますから、うん、はい、ただ僕たちの声聞こえてもあちらからの声が、うん、そう、マイクに入らないんですよね、うん、もしかしたら今日はね、英語、うん、なかなかわからないですよね、いやー、ていうか何の話してたっけ、家島タッチューからの悠々白書の首くくりと、いや、そういうことか、そうそう、俺だからちっちゃい頃は、あの、しかも本島からたまにどこからかわからないけど、うん、家島タッチューが見えるところがあるわけよ、え、あ、マジで、結構だから船でも本島から行って近かったでしょ、20分もしない、20分ぐらいかな、まあ、まあ近かったね、うん、天気がいい時は見える時があるわけよ、うーん、あれがまさに俺は小学校の頃にゲームでやっていた、うんうん、首くくり島にしか見えなかったわけよはいはいはい、でちょっと ね不気味でもあり、自分の中で行ってみたいな、本当はね、小学校、うん、沖縄だと、うん、小学校の6年生に修学旅行ってあるわけよ、うん、それで
まあ沖縄県内なんだけど、うん、修学旅行は海洋博行って、うん、飯島タッチューに行くっていう、うん、プランなんだけど、はいはい、俺たちの年だけ、うん、飯島タッチュー、飯島には行けなかったわけ。あ、そうなの。うん、なんでまた。わからん。台風。まあ、噂では、うん、噂があるのね。うん、噂が七不思議、山内小学校七不思議があるんだけど、うん、山内小学校の昔の、うん、話では、うん、飯島タッチューに行くために船に乗るでしょ、うん、でやっぱ船に乗って行かないといけないんですけど、うん、修学旅行でじゃあ本島から家島に行きます、うんうんうん、で楽しみました、うん、じゃあ帰るよって帰った時に、うん、本島に戻ってきた時には、うん、生徒数が足りなくなっているっていう嘘。まあ昔の噂話だよ。いや噂も何も絶対嘘じゃん。いや分かんない。船がその時まあどんどん今はもう進化していって船が上等になってるけど、あ成功にもっと、そんな新聞になるだろう、ね、新聞だから多分なってたんじゃないか。マジかよ、もしかしたら。へえー、俺たち学校さ、うん、結構生徒の話を聞いてくれる学校だってから、うん、夏のプールの授業とかあるでしょ、うん、プールとか、うん、でじゃあ次の時間プールだよってなった時に、うん、この一人の生徒が、うん、先生っつって、私ちょっと、うん、授業中寝てしまってた生徒なんだけど、うんうんうん、女の子ね、うん、私ちょっと夢でプールで誰かが溺れる夢見たって。ほうね、みんなまあ笑い話生徒はいやなバカなみたいな、その夢、うん、みたいな。まあでもこの生徒はめちゃくちゃ訴えてたわけ、本当に行きたくないって言って、何か嫌なことが起きるんじゃないかと、うんうん、正夢になるんじゃないかと、うん、そのね誰かがプールで溺れるっていうのが、うんうんうん、それを聞いて、うん、担任の先生は、うん、よし、うん、プールの授業はやめようって。マジで、うん、そんなことあった。それすごいな。まあ実際、うん、まあもしかしたら普通に授業が行われたかもしれないけど、うん、そういう生徒の話をちゃんと受け入れてくれる。いや、それはすごいな。なんか分からないけどどうなのそれ。教育的にすごい素晴らしいんじゃない。まあまあまあそうね。俺はその時の先生は五校が、うん、五校が指してたな。先生かこれ。そう、うん、本当にブッダかもしれない。ブッダかなんじゃ。まあそういうことがあったのよ。だからまあ家島にもそういう行けなかったんじゃないか、行かなくてよかったんじゃないかみたいな。あ、結果ね、うん、結果そうだったかもしれん。それが何年の時を経って、うん、先週行って、うん、まあ意外と住みやすかったし、住みやすかったしって住んでないけど、いや居心地よかったし、あ結構コンビニとかもないと思ってたんだけど あるんだと思って、繁華街とかもあったし、いや普通にとってものんびりとしたいい島だったよね。うん、料金も安かった。片道700いくらかじゃないかな、フェリー。うん、安っ。俺見たんだけど。あ、そんなもんなんだ。うん、いや言うても俺フェリーに乗る前6000円ぐらい持ってたんだけど帰ってくるとき0円だったんだどうしたんかないやどうしたんかなっていう、やっぱね噂では人が減ってるっていうのもあるから、うん、まあ今年はお金が減るっていう、うん、いやマジでなんだあのフェリーでの行き帰り何だったんだろうな本当に。まあ、うん、俺は増えてたんだけどいや本当そうだよ。俺マジで俺増えてたん。あれ、いや俺行く時6000円持ってたけど、うんうん、家島から帰ってフェリー降りた時の元空港ではもう俺0円だったからねもう全くなかったの。ないよ、ゼロ。運転免許証とか T ポイントカードしか持ってなかった。6000持ってってゼロでしょ、うん、まあ俺が、うん、まあ1万円持ってたのよ。1万円持ってった。1万円持ってって、うん、帰ってきた頃には1万3000円ぐらいなさ。ちょっと何かがおかしいよこれね。何かしたね。ちょっとスピリチュアルな。スピリチュアルじゃないねこれは。アイランドかもしれない。いや何かしたねこれはね。僕今ちょっと思ったんですけど、うん、家島って、うん、まあ、結構パワーがあるって俺は思うのね、うんちょっと家島は均等運みたいな存在なのかもしれない、うん、いやもうどんどん離れてってるけど何どういうこと均等運っていうのはね、あの孫悟空がよく使っていた乗り物というか、うん、金の色をした雲ですよ、うん、それはね、これ長くなるこれ。いや聞いた方がいい。ちょっと岩田がもう、うん、なんかつまんなさそうだから。いや20秒ぐらいでまとめるわ。まあまあ、で、うん、均等運っていうのは、うん、
清き心を持っている人には乗れる、うん、でも邪心ね、いろいろな悪いことを何か思ってるやつは乗れない。今回のお金が増えた減った出来事もその状況と同じような感覚なんですね。私は岩田実際6000円清き心を持ってたら増えて、うん、悪い心を持ってたら減ると、悪しきね、うん、まあそれじゃないかと例えるのであれば、伊江島に火つけようかな本当に。おい。お前そんなものは本当に一軒ぐらいにしといてくれ。いやいや、ダメだよ一軒もつけちゃう。まあ、ちょっと違うでしょ普通に。マジでどうしよう、まあ、何かお金が動いたね本当にね。増えた人と減った人がいるのよ。で僕は一番減った人だったんですよ。ね、やっぱり修学旅行みたいなノリになってね、フェリーで行って、はい、でまあ、トランプも持っていくわけですよ。あ、しちゃいますね。ただトランプやっても面白くないっていうことで、はい、何かをしました、うん、よって増えた人と減った人がいた。ただそれだけのこと。まあね、飛び出せマーメイドのね、うん、お客さんから見て右側の人は増えました。お客さんから見て右側の人ね、はい、お客さんから見て左側のね人はゼロになっちゃいました。ゼロですよ。ゼロですよ。ゼロなんて、ゼロ、うん、ゼロでね、なかなかないから、まあ、マイナスになるよりはいいんじゃないですか。うん、ちょっと腹立ってきたな思い出して。あとでジュース3本おごるから。いやもういっぺんにいいよ、小出しに1本ずつでいいからさ。まあね、まあ、まあそんな感じで。そう、じゃあ一旦曲の方行きましょうか。ああ行きますか。家島にちなんだ曲お願いしますよ。家島にちなんだ曲はないけど。ちょっとじゃあ行きますね。じゃあ岡村康之で、愛はおしゃれじゃないです、どうぞ。曲流れてます、大丈夫ですか。はい、ここで聴けたら流れます。ああ、そうなんだ。ツイキャスめっちゃいいね。うん、分かりやすいねこれね。うん、コメントを今読んじゃいます。読みますか。この歌も岩田つながりでめっちゃ聴くわ。待っていい、はい、あ、置いたままですか。この歌ということでね、こんばんは、茶です。登ったのは一度だけなんですが、てっぺんからの景色はすごく綺麗でしたよ。でも膝は、あー、伊江島タッチューね。はいはいはい。え、ちょっとなんで笑ったんですか。いや、知ってる人がツイキャスに現れたんで。誰ですか。こんばんは、ちいさん、こんばんは。こんばんは。本日はかなりきついんですね。次帰れば登ってみたいです。ゆみなあっこさん、トビダスマーメイドの大井君岩田様、こんばんは。なんかなんもう様とかもうやめてくださいよ。まあ覚えて、岩田がね、うーん、もう覚えよう。俺がじゃあ、教えるよ。ユミナコさんの写真送るわ。喋ろよ、喋ろよ。大井さんがギリシャの神様に見えてきた。言ってることが悟りよね。あ、トビダスマーメイド、あ、あ、朝日生命みたいな言い方っすね。ビーチキャッスル前城がいるな。うわ、大富豪かっこ笑い。ちょっとこの人だけのコメントだけ僕たちに見えないようにする方法ってないんですか。いや、ま、エンソさんマジで答えようとしてエンソさん本当に教えてくださいよ。しょうがないやつだな本当に。お、前城聞いてんのじゃん。聞いてるよ。すげえ。沖縄モンチッツさん、おい、岩田、うん、自分で読めよ、ここ。どこ？沖縄モンチッツさんの今、指、中指で触ってるとこ。岩田さん、髪切った？うぇし！切りましたよ。いや、そんな、ふぅーみたいな出来事でもないじゃないですか。その切った髪は？普通に捨てたよ。あー、残念ながら。美容室の人が勝手に捨ててるよ、多分。残念ながらね。アルファウィングさん、どうも、ケンちゃん、岩田さん、グッドイブニング。イブニング。イブニングというか、うん、そうですね。先週初めてここ見させてもらってググって覚えました。おお、 RRR ハートやハート、うん、ねえ、嬉しいですね。どうですか、ちょっと感想とかね、うん、教えてくださいよ。あ、ね、ちいさん、うん、見て、やった、読んでこれ、ちいさんの。大江くん、ロン毛かわいい。ありがとうございます。非常に嬉しいですね。
これあれだな、大江のことバカにしてるな。え、見てみ、顔文字までついちゃってるやん。うん、照れてんだよ、ちいちゃんは。もういい、あ、いっちゃ、あ、どうしようかな、いや、直接じゃないし、思いっきし、いっちゃえっ、東京から見てます。あ、東京からね、嬉しいですね、すごい。まあ、僕はあの大和の方大好きですから。そうなの、はい、大和のね、うん、ちょっと寒さに対応しきれてるボディというか。よくわかんねえんだけど、沖縄みたいにね、うん、寒さに怯えながら生きている人種とは違って、うん、ダニエルからも来てる、ダニエルさんからも。ダニエル、ダニエル、こんばんは。お、ダニエルさん、知ってる、もしかしてさっき。嘘だ、違うだろう。いやもしかしたら、ん、ん、ジャパニーズラジオパーソナルスポット、うん、FM 講座、あ、ディス、ディス、ディス、あ、ディス、グーグル、グーグル、グーグル、こんばんは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 、うん、こんばんはって英語であるっけ。何は、グッドイブニングじゃないの。グッドイブニングなんだ。グッナイとかグッドイブニングみたいな。グッドイブニングってこんにちはじゃないですか。こんにちは、ハロー、夕方ぐらい、夕方ぐらい。グッドモーニングは朝でしょ、うん、グッドイブニングは昼か。グッドモーニングが朝じゃない、いや、グッドモーニングは朝でしょ、うん、で、グッドイブニング、グッドアフタヌーンが午後か、こんにちはか。ダヌーか、うん、ダニエ、ミスターダニエル、ハロー、マイネームイズケンタ・オーウェン、ジャパニーズコメディアン、ニューカーマー。何これ、何これ、ふざけてる。あ、なんか迷惑メールみたいなのが来ましたね。ピーチキャッスル前城ショーっていう迷惑メールが来てますけど。知ってます。知ってます。あ、知ってるんですか。うん、知ってますよ。なんか知ってますよ。アイコン自分の顔なんですかね。うん、そうみたいですね。笑顔がアイコン自分のね、うん、顔にしてる。 M 女ビールそよぎってどういうこと。 M 女ビールそよぎ FM 小座からの脱出ゲームは。M 女ビールからのそよぎ、なんだこれ、どういうことだ。そよぎっていうのはね、うん、こっちの近く FM 小座の近くにね、うん、居酒屋があるのよ。あ、そよぎっていう、うん、俺たち一緒にやってたボンボっていう芸人いるでしょ、うん、ボンボが働いてた、うん、居酒屋がそよぎっていうの、うん、結構美味しいわけよ。へー、うん、そこで誰と飲んでるから。あ、今飲んでんのか。トゥナイトファイブ FM 小座からの脱出ゲームっていうのは、まあ、番組終わってから駆けつけろってことか、もしかしたら。あ、ちょっと、いや、いいじゃないの、近くにいるんだったらさ、顔ぐらい出せよ。酒入ってからダメだよ。まあ、ちいさん、はい、はい、岩田くんは WBC の時のテニスの素振りかっこよかったよ。 ありがとうございます。ちいさん、無理してるな。いや、マジかよ。文章多ければ大丈夫かな、みたいな。顔文字入ってるけど。顔文字、じゃあれ、ん、顔文字あれ何に見える、これ、うん、何だろう、あれ、まあ、両サイドについてる点々ってあるでしょ。うん、あれ肛門だから。2つあるし、うん、地球外生命体じゃんか、これ。メッセージがこもってますからね。岩田じいさん、もう肛門が2つある顔文字送ってこないでくださいよ。岩田二郎の疑いあるでしょ。二郎の疑いあるよ。ちょっと、うん、そのメッセージがこもってるわけ。かっこよかったで肛門送ってくる。ダメよ、そういうことしたら、うん、本当に。いや、本当にやめなさいよ、小さいじる、かわいそうに。モンチさん、不健康気味なモナリザって言ってますよ、俺のこと。ああ、うん、そう、不健康なんすよ、僕も。ダニエルが、はい、レッスンミーチューケンタ、ハローフロムカリフォルニア。え、ほんとか、これカリフォルニアから。文章の作り方が中学英語っぽいぞ。おい、言うな、それは。思ってても今言うな。ほんとこれカリフォルニア。ちょっと今こっちにいるのかな、住んでるのかな。ああ、フロムってだったら出身がカリフォルニアかもしれないし、な、今小座にいるかもしれないしね。ちょっとが海外の方からメッセージ来るってあります。ありますよ、ハワイからとか。これ、あと10秒、日本人対応できます。ちょっと難しいっすよね。やばい、親切な人はローマ字で書いてくれる。ああ、ジングルからいきます。トゥナイトファイブ。
今夜もいっぱい笑わせてね。はい、ということで始まりました。じゃないただへと引き続きお送りします、トゥナイト5、水曜日担当の飛び出せマーメイドです。トゥナイト5、言えた言えた、よかったな、本当によかった。あ、なかなか言えなかったもんな。いや、その後めっちゃ練習したからね。うん、よかったよ、やった、今日は。いや、嬉しい、ほんまに間に合ったな、お前は。はい、本当に。まあね、よかった間に合ったよ、応用できる子って知ってるから。うん、もううるさい。なんでよ特に、うん、なんだっけ、家島タッチューの話して、家島か、まあ家島行って、まあ家島ってのも、うん、結構一日で濃かった日。いや、俺さ、一番印象的なのがさ、リハとかだんだん俺らライブとかやったでしょ、家島で。はいはいはい。で、まあ奈美ちゃんのね、ご両親に会ったりとかいろいろしたんだけど、一応やっぱりもう芸人として衝撃だったのは、室田さんが、ドサンコ室田が、はい、いましたね、いますね、音響リハの時に、はい、まあ、あの人ギター使ってさ、音楽ネタ得意だもんね、ネタやるから、まあちょっと念入りにね、音響のリハしないといけないっつって、舞台でギター弾きながら音響リハしてる時に、はい、あのクマムシさんの、おー、今言うよね、あったかいから、歌ったのよ。熱々のスープをあなたにあげる、あったかいんだからって言ったら、え、思いっきり歌って、俺聞いてなかったっけ、そこの部分だけ歌ったのよ。おー、あー、サビの部分ね、今のとこ言う、室田さん歌ったの。おー、そしたら、全くどんな演者が出てても、見向きもしなかった家島のおばあちゃんおじいちゃんたちが、あったかいんだからとか一気にバッて振り向いてみんな。みんながやっぱ今が旬の、いや、もうマジで本人みたいな。いや、だからそうじゃないか。聞いたことあるってなったでしょ。なんか聞いたことある本人みたいな。だ、多分クマムシさんっていう名前だとか、吉本所属じゃなくて東京の芸人だとか、ね、全くそういうのは分かんないけど、なんかな、引っかかったんだろうな。あ、もう聞いたこと、テレビでどっか流れてるんだろうな。だ、もう飛び出せマーメイドでーすって出てっても、反響なくても、やっぱりもう室田さんのあったかいんだからで、人は振り向くわけですよ。本当にいいつかみじゃねえか。いや、室田さんすげえよ。それしかも人のなのにはつらつとやっちゃう室田さんね。室田さんらしいっすよ、室田さんらしい、そこをね。あ、歌もうまいからね、入ってくるのよ、室田さんは。いい声してるからね。ダッハ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 ッって笑うけど、そんなかダッハ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 ッって、海賊みたいなやつだからな。はい、面白いっすよね。いろんなところで言ってるわ、俺、室田さんを例えるときに、海賊みたいっすよね。, 笑い方豪快で海賊みたいっすわっつって。怖いや、まあね、まあ家島ね、家島の話になってしまうんだけど。おお、何何、家島よ、あの会場、この会場があったんだけど、あの普通にちょっと整地された草っぱらだったんだけど、整地、整地、あの整備された、あ、はいはいはい、そこによ、普通にヨモギが生えてたのよ。おヨモギ、それなかなかないのか、僕、俺は見たことあるんだけどね、トーバル先輩じゃピーチキャッスルの、相当珍しかったのか、その普通の草っていうか道に、ヨモギが生えてるのかだろ、まあヨモギって食べるからね、そんな食材がこんなって普通に生えてるんだっていうのを、なんかもう初めて見た、本当に可愛かったんだけど、わあ、ヨモギだーって言って、ね、ちょっと周りの人も、あまりにトーバル先輩の声が大きかったから、ええみたいな、何どうしたのみたいな、って言って、俺も、どうしたんですかって言ったら、ヨモギヨモギがヨモギがみたいな、可愛らしいじゃないの、釣って、そのヨモギをむしって、俺の口にタッコみよったんですよ。それ最後だけおかしい、意味がわからない、なんだそれ、何の話それ、なんか確認したかったのかな、俺食べて、どうかどうっつって、ヨモギって言って、俺も意味が、自分で確認すればいいのに。本当だよな、お前が被害者じゃんか。まあまあね、そんなことで腹壊したりはしませんから、僕は。強いな。どんな食材も私は美味しく食べれる、飛び出せマーメイド大江健太です。いいね、やっぱり野生味あふれてるね、野生味あふれてる俺。まあ
その近くに M&M 落ちてたからそれも取って食べましたけどお前もう落ちてるもの食べるのやめな、本当にボケようと思って俺もトーバル先輩の真似して、うん、あー M&M 生えてるって言って、いや生えてねえわ誰かが落としたんだよ。もう俺周りの人に聞いてほしいから、うん、トーバル先輩に大きい声で、あっ M&M 落ちてるって言ってお客さんもバッて見てから、うん、あーって言ったら、その時はトーバル先輩いなかったんだけど、うん、俺そのままその M&M を口に運んだわけよ、うん、食うなよ落ちてる M&M ひーみたいな、なるよそんな、なるよ、家島にも M&M あるんだ、もう落ちてるもの食べるのに抵抗がないもんね君は。ないな、俺はもう多分、たとえ今日本が、うん、あの北斗の拳みたいなことになっても、うん、暮らしていけると思うそう、うん、ヒデブっつって最初にやられるやつじゃない、バカ野郎お前、俺が世界を救うんだよいやお前ケンシロウなのお前、うん、無理やり北斗七星のあざを作ってね、うんうん、そういうことをやりますけど、モンチチさんが3秒ルール的なって来てるけど、うん、誰が落とした M&M かも分かんないから、うん、もう3秒どころじゃないんですよ、うん、たまたま落ちてたんでしょ、たまたま、たまたまちゃんと、うん、まあ、でも暑かったじゃん、は暑かったじゃん、家島がね、気候が、気温が、うん、多分、うん、暑いのに、うん、あの状況であるってことは、うん、まあ、もしかしたら3秒ではないと思うけど、うん、まあ2時間ぐらいかな、どうでもいいなどうでもいいな、その推理溶けてるのか、ちゃんともう落ちてるものを食うっていうことでもう俺止まってるからもうでも本当に見えたのが、うん、俺立ってて地面見たけど、うん、赤い M&M だったのよ、うん、ちゃんと M&M って一粒一粒に M って入ってるの分かる、うん、書いてある、白い白い字だな、うん、それが鮮明にあったってことは、うん、多分本当に2時間小文字、うん、それがちゃんとあるってことは、うん、まだまだ立って、うん、まあ、2時間ぐらいじゃないかってことで、いただきますって言っていただいたけど、ナミちゃんの地元で落ちてる M&M を食べたと、うんうん、いい思い出です、いい思い出か、それお前、いい思い出、はい、ね、本当におかしいね、まあ、その、まあ、家島で、ね、うん、結構家島の話してますけど、うん、その次の日もね、翌日ね、だから家島が土曜日の出来事で、うん、日曜日はねちょっと2箇所営業に行かさせてもらって、2箇所だったな、最初だから浦添のね、うん、運動公園で、はいはい、ヤクルトファンの前で、そう、今はね、あのプロ野球選手キャンプ時期ですからね、うん、ヤクルト浦添の方で、うん、ヤクルトファン、ヤクルトおもてなし、うん、ステージみたいな、そうそうそう、だからファンの方が暇を持て余してるから、うん、だから観戦ね時間になるまでにね、はい、だそれまでの時間ステージ作って俺らがネタやるっていうね、そうですね、うちの事務所から4組ぐらい行って、はい、うん、やりましたね、ね、もう寒かったね、うん、寒いですし、寒かったね、ただ僕たち、まあ、スポーツはやってるんですけどね、岩田テニスで、うん、僕ソフトボールですけど、うん、プロ野球の知識が全くないね、いや本当に、まあ、多分これでプロ野球の知識をバンバン言ってたら、うん、もっとお客さんを盛り上がれせたかもしれないな、だから俺らがその日曜日だったでしょそれ、うん、だから俺らが伊江島行ってる間のその、うん、土曜日か、うん、土曜日に、うん、あのツーシームも、うん、浦添のそのヤクルトファンのとこの営業のイベントが入ってたらしいんだけど、はいはい、あいつら俺らみたいなステージでやってたんじゃなくて、うん、室内でトークライブやったんだって、うん、あー俺聞いたよ、トークライブで、うん、あいつら名前ツーシームっていうコンビ名でしょ、うん、でしかもその中村が野球のことをだいぶ詳しいってことで、うん、あ中村が、そう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 、へえ、だからめっちゃなんかな、メンツ誰っつったっかな、あのリトル清原さん、あモノマネのね、うん、はいはいはい、あの有名なね、うん、とあとなんか、うん、ヤクルトのかな、うん、プロ野球のか分からない、うん、全般的なのか、うん、毎日スコアをメモってる人みたいな、ほうん、まあ多分すげえっていうことは、うん、多分こういうプロ野球関係者とか、うん、まあそういう人たちに、うん、めちゃくちゃ知られている、うん、まあ、一般人かもしれないけど、うんうんうん、そう有名なファンみたいな、野球ファンみたいな人かもしれない、うんうん、そういう人と話したって言ってた、うーん、なんか興奮したように、うん、とっても楽しかったです、誰が、あの通知も俺は近所から聞いた、いやだってリトル清原さんとかと一緒にやるんでしょ、細かすぎて
伝わらないモノマネとかにも出てる人だよね、うん、そうそうそう、うん、でリトル清原さんは、うん、これ中村から聞いたんだけど、うん、そんなに野球の知識がないらしく、うん、ガンガン喋っちゃってくれていいんでっていう風に言われてたらしくて、うん、だからもうツーシーム主体でその場が動いてたんじゃないか、トークは。あーすごいな、そんな人らと、うん、あいつら主体でトークでね、しかも大好きな野球の話ができるって言ったら、それは楽しいよな。まあ絶対もう興奮したようにしてた、今まで野球もしてて芸人しててもよかったっす、うん、俺はって何なんだろうな最近のあいつらのそのあれ、なんかそういうなんか違うんだよ、それ近所が言ってた、さっきそれ近所言ってた、中村から聞いたのは、うん、まあ、ツーシムって後輩のそのコンビの、うん、もの中村から聞いたのは、うん、猫たちの夜っていうライブを今まで俺らやってたでしょ。やってますね。5回ぐらいやってたんですけど、うん、まあ、R18 の下ネタライブ、うん、はい、下ネタとか毒とか、まあ、まあね、ピンクネタブラックネタ普通のところではできないようなライブをね、そうそうそうやってたんですけど、はい、そこで打ち合わせで、うん、まあいろいろこうね、今後の猫たちの夜のライブをどういうものにしていくかみたいな会議の時に、うん、中村が、うん、俺これ中村から聞いたの2回か3回1回じゃないの、うん、何回か聞いてるのが、うん、今までライブお笑いライブやってきてて、うん、ずっとね、うん、もう苦しいだけだったと、うん、受けも取れないし、うん、頑張ってネタ作っても受けも取れないし、うん、きついと、この生活もきついし苦しいだけだったと、はいはいはい、猫たちの夜の第1回目が、うん、あまりにやってて楽しよう すぎたと、うんうん、だからチケットノルマとかで今揉めてんだよ、猫たちの夜が続けれるか続けないかみたいな、おライブ存続できるかできないかみたいな、はいはい、いろいろね、うん、こう事務所にもこうちょっとね、うん、内容が内容だからって言われたりとか、うん、チケットノルマ OK とかっていう、うん、そういうね存続の危機なんだけど、うん、中村がみんなに言ったのは、うん、あの時の楽しさを味わえるんだったら、うん、僕はもうチケットノルマの1万円なんか、うん、別に出してもいいと思ってますって言ったんだけど、うん、近所に至っても中村に至っても、うん、ちょっとそのお笑い人生のなんかこう終盤に出てきそうななんか名言っぽい感じがして、いや突き刺さる分、心にその発言突き刺さる分、はいはいはい、確かに俺も今突き刺さった、ちょっと、ま、お前ら早くねえかとちょっと早くないそれ言うのまあつっても年的には僕たちと3個ぐらい違うんじゃないか、だから中村が俺の2個下とかかな、あで近所にとっては今21とか20、21とかでしょ、うん、あんな若いお前、あのメッセージ性の強い発言はなんだそれはおじさんたち困っちゃうよそんなこと聞いたらそろそろ、うん、潮時になってしまうそれを僕たちが支えるんだよ、うん、あの時変えてくれてありがとう、今度は僕たちの番ですって言って、うん、はいはい、こいつたちをよいしょしなきゃいけない、よいしょ、うん、まあだってあの子たちには才能っていう素晴らしいものがあるから僕たちにはない、なんかどこでお前振ってんが、いや岩田ありがとうまあ岩田はつってもこうやっておしゃべり説明が上手だから、うん、分かりやすいし、はいはい、って思うんだけど、うん、その岩田のフィルターを通して俺聞いたんだけど、グサッて刺さったね、ほんと、うん、なんか分かんないけど相方がやる気が出たのは嬉しいな、うんうん、俺たちは足踏みしてるんじゃねえ、うん、回転数を増やしてるんだよ、どういうこと、分からないか伝わらないか、うん、岩田よ、何相方岩田よ、何何何飛び出せマーメイド、うん、よくみんなにはね、うん、まあもっとね、うん、抜けていける、うん、メンバーだよっては言われてるけど、ありがとうございます、いや今観覧の方が通りましたよ、うん、じゃあもう違う話しましょういやごめんごめん、あごめんね、話岩田には伝わらないみたいだ、いや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 、よく分かんなかったけど結局今のは俺が熱く説明してるところもバイバイしないで聞いてほしかったんだけど、うん、ごめんね、まあまあそれは人としてね、俺も人として人としてのマナーとして、うん、まあ岩田は足りてないってこと、いや足りてるし、足りてるんだなあ、ちゃんとマナーはちゃんとしてるんだなってことで、挨拶をね、まあそれは俺がしょうがない、タイミング、すべての生きてるタイミングが俺が話してるタイミングとか、うん、あれが悪かったから、うんうん、まあそれは今しょうがない、ああそう、なんか分かんない、ごめんね、なんかごめんごめん、俺は今、うん、人間の血のように赤く燃えているよ、
どういうこと、もう人間の血のように血のような、ま、血のような色のように真っ赤に燃えているよ。あ、血の色のようにね、心が、うん、情熱がもう燃え盛ってると。うん、ちいさんからコメント、猫たちの夜楽しいから続けてほしいですっていうことで。はい、あ、嬉しいですね。うん。ねあ、すいませんね、思わずね。痰も絡んじゃいますよ。はい。はい、嬉しいです、ね。まあまあ、良きところで。はい、じゃあ僕がちょっとね、曲いきましょうか。いきましょう、うん、それでは聴いてください、桃色クローバー Z で夢の浮世に咲いてみな、どうぞ。ちょっとあの海外から来てる人コメントないよ。あるよあるよ、あっちちょっと発言した、これが最後じゃないの。 Nice to meet you カリフォルニアインMy name is, あの、ジョブ、ミージョブ、ミージョブ、ミージョブ、あの、マイジョブ、カデナベース、カデナベース、エアフォース、エアフォース、郵便局ってなんて言うんだろう、あ、ポストマン、ほう、ポストマン、ダニエル、ベリーグッド。いやちょっと皆さんすいません、ツイキャスラジオってことを終わる、ちょっと忘れてしまって、うん、熱く語ってしまいましたけど、うん、取り乱してすいません本当に、はいはいはい、深くお詫び申し上げます。うん、うん、そうね、またツイキャス越しの例を見ると、うん、花が異常に印象的だね、うん、柏木由紀みたいな。柏木由紀 AKB の大きいってことでしょ、要はなんかめっちゃ鼻だけ色が違うのかな、うん、メガネのせいもあるかもしれない。あ、本当だ、メガネだな、そんな変わるの。もうあのメガネと鼻がセットみたいだもん、あの鼻メガネみたいな、パーティーグッズみたいになってる、うん、かすみさん、聞いてる私が熱くなってぜい。おい、かすみいいこと言うじゃねえか、おめえよ。電話番号教えてくれよ。なんでだよ。なんでだよ、お前。バカか、ほんとに。彼女が欲しいんだよ、俺は。いや、おかしいだろう。ちょっと配線が。かすみさんが配線ってよ。すいません。俺、ダメだ。ラジオ向いてないかもしれないな。トゥナイト5始まって一回もしっくり来たことないな、大江。落ち着いてお話ができないんだよね、大江君は。ああ、落ち着かないんだよ、そう。大江、落ち着きがない、落ち着きがない子だな。ケンタ落ち着きない。うるせえよ。ケンタ落ち着きない。一人称、一人称ケンタって言うんだよ。あやパスさん、私も熱くなってきますぜ。ああ、僕の熱弁がね、ネットを通して伝わっているってことは非常に私は嬉しく思います、うん、私はこの世界を変えていきたいんですよ。ほう、お前さん、赤が似合うねって 色の話になって赤が似合う、色の話になった。いや、僕は、うん、まだ演説すんのかいな、うん、バラの赤、バラの赤、チューリップの赤、チューリップの赤、情熱の赤、うん、大好きなんです。狭燃えたぎるような炎の色、うんうん、まあ例えれば赤ですよね、うん、その赤が僕は大好きなんだな。なんで最後裸の大将みたいな、大好きなんだな、なんとかなんだな。変えていきますよ僕、大江。何を変えるの。日本を世界を、いやもう地球をですよ。ふざけてるなお前。こんな人ふざけてるように見えるかお前。もうふざけてるだろこれ、もう顔が、髪と髪とかもうあれじゃん、あれなんだ。言ってみろ。あれじゃねえかよそれは。もう言ってみろよ。言えないよ、言えないやつ。いやだよそんなのは。なんでもういいよコント。
コントから抜けてくれ本当に。顔がフォルムがとか言いますけど、うん、めちゃくちゃ俺本当にお母さんと売り二つだからね。俺に言ってるってことはお母さんもいや、うん、ママも、うん、偏見ってしてると同じだからね。トゥナイトファイブ。ちゃんと喋ってくんなよ本当に。いやもう熱くなってしまって感情論がちょっと強すぎて。感情論も喋ってないよ別に。感情論、感情で喋ってないでしょ。感情が強すぎて、ね、感情論は喋ってないよ。感受性も豊かで母性も豊かで。大家くん何しても可愛いってさ、よかったじゃん。何しても可愛いってよ。ありがとう、ありがとう。一生懸命やっても可愛いって。ありがとう、うん。小さなアイコンの足も可愛いよ。気持ち悪い、気持ち悪い。なんでよ。急に気持ち悪い。ジェントルメンでしょ。ジェントルマンそんなこと言わないから。かすみさん、大江さん、その熱さを込めてアカペラで歌ってください。お、どういうこと。歌って。カメラアップ瞬間シュート、カメラアップ瞬間シュート。懐かしいな。季節は流れて、ヘイス。なんだったっけ。CBO、ホ、oh. ー、oh.。いやいや、別れて、ヘイ。新たな旅路を、ホー。カメラップ。中華シュート。カメラップ。中華シュート。カメラップ。中華シュート。Yo, we gotta go, you all. Wanna be a pop star. 曲変わった曲変わった。君のことを見させておくれ。Wanna be a pop star. 急に曲変わったよ。君のなんとか、あーあー。Wanna be a pop star. この AF って何これ。 AF? この AF って何これ。あの、アナダアナダアナダフライじゃない。アナダフライアナダフライじゃない。何それ。当たってますよね。いやこんな全然違う。アフラック。いや違うの。10秒前です。はい、はい、トゥナイトファイブ。はい、ということで引き続き、はい、トゥナイトファイブをお送りします。水曜担当の飛び出せマーメイドです。お願いします。お願いします。パオーン。パオーンはもうギャングマンモスですから。お願いな、パオーン。おい、やめなさい、本当に。いますね、そんな芸人も。うん、うん。あ、その曲わかんないということで、かずみさん、春夏秋冬ね、春夏秋冬わかんないですか。誰、ステディ&コー。春夏秋冬、はい、あのドラゴンアッシュの中、俺中学2年とかぐらいだからもう10年以上前の曲か。いやもうめちゃくちゃイケイケな曲だったしね。まあ、格好とか真似したよ。ラップ流行ってたもんね。流行ってたよ。うん、ヒルクライムの春夏秋冬ならわかる。ヒルクライム、あ、なんだったっけあれ。今年の夏はどこ行こうかみたいな、祭り祭りみたいな。祭りこんなんで、ね、海バーベキュー。いやーやっぱ年代、まあつってもね、まあね、それはジェネレーションギャップじゃないけど、いろいろあるよね、そういうの。だって俺がね、飲み屋でバイトしてて、はい、お客さんに絡まれて、はい、コンビ名なんていうのって言われて、はい、飛び出せマーメイドって言います、はい、つって大体笑うのよ、まず最初に。ほうなんだその名前つって。おその後に、うん、渚のマーメイドを歌われるの。あ、曲で、はい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 、聞いたことないから、はい、ちょっとすいません分かんないっすっていう返ししかできないの。あれ、なぎさのアイドルじゃないの、昔のな。うん、うんうん、だからもうなんだろう、やっぱりジェネレーションギャップ。マーメイドっつったらやっぱりその、うん、で40代ぐらいはもう、はいはいはい、そこら辺を思い浮かべるらしいよ。まあ、じゃあ今の20代とか10代とかは、うん、あのディズニーのリトルマーメイド思い出すのかな。まあそうだろうね、うん、リトルマーメイド、まあ、飛び出すマーメイドだけの文字だけ見たら、うん、もしかしたら女芸人かなんかのユニット、うん、ダンス歌手ユニットみたいな。今なんつった。ダンス歌手ユニット。ああはいはい、ダンスボーカルユニット、ね、ダンスボーカルユニットね、はいはい、がかもしれないけど、うん、まあこの振りが効いたのか、うん、俺みたいなモンスターみたいなやつが出てきたら、うん、やっぱびっくりすんのかな。
ちょっと何言ってるかよく分かんなくなる。なんでなんで、ごめんごめん、どういうこと。なんで飛び出せマーメイド、ちょっと可愛いじゃん名前。マーメイドも入ってるし、はいはいはい、なのに男2人って、うん、期待、みんなの期待をちょっと損ねちゃってんのかな、うん、いや、いいんじゃない別にコンビ名とか、別にそんなブラックマヨネーズさんっていう名前バーンって黒いマヨネーズ出てくると思わないでしょ別に。いや例えがまあ分かりやすいけど分かりにくいというか。何を言いたいの、どういうこと。この何バーって並んでて飛び出せマーメイドっつって可愛い子出てくるかなと思ったら、うん、メガネとなんかやばい化け物が出てくるからってこと。いや、メガネだけで自分も悪いとこ言えよ今の。な、鼻がでかいとか。あ、何何合格合格何笑ってんの合格、今回合格です、うん、あ、そう、うん、まあ、今ので満足なの。エンソさんも飽きてるからね、言っとくけど、だいぶ前に。エンソさんもエンソさんずっと携帯いじってるもんだって。うん、エンソさん今あれだよ。なんだ よ何。エンソさんあれですよ。何あれって。いや、分からん、あれ分かんない。何、エンソさん今期今期今何モテキだから。モテキなんすか。いやいや、もう違います。お前さ、マジ振るなって。本当にそういうの答えづらい、本当に。何のため息なん。ほん、深く深呼吸した。ああ、そう、うん、ねえね、かすみさん、うん、10年以上前は私は小学校入学した頃だ。うわ、若いな、やば。俺たち10年前18歳か、高校生なの。16、6、7、まあそんぐらい、高校入りたてだ。やばい、年取る。誰か若くなる薬を打ってくれませんか。ねえ、そんなのもあったらいいっすけどね。お願いします。本当に一生若いままでいたいっすよ。だとね、だからさっき話の戻っちゃいますけど、浦添でね、うん、営業ね、ヤクルトファンの前でやりましたけど、はい、その後浦添からね、読谷行きましたからね。あ、読谷のね、うん、あの中部広域産業祭りから。読谷ファーマーズマーケットで、うん、うん、元飛行場基地だったところ。あ、そうなの。そうそう、あっちめっちゃ広いでしょ。めっちゃ広い。あっちもともと基地だったのか、うん、その基地の、うん、あの飛行滑走路だったのよ。あ、そうなんだ、うん、へえ。そこで、うん、まあね、お祭りがあってね、うん、うん、しかもね、県外から、うん、なんと、岩田行っていいよ、ね、岩田行っていいよ、どうぞ。野生爆弾さんがね、はい、来ましたからね。そうですね、一緒にネタやらさせてもらいましたし、めちゃくちゃ面白かったな。いや、やっぱり面白かったな、うん、面白い、本当に。まあね、うん、顔とか、うん、そういうコンビ、野生爆弾さん名前とか顔とかはまあちょっとね、うん、怖いイメージがあったけども、うん、ね、しゃべってみたら、うん、とってもいい人だったね。めちゃめちゃいい人だったね。しかもなんかネタの前にワークショップがあって、うん、川島さんがね、なんていうんですか、ああいうあれなんていうの、このテープに小道具、もともと小道具、もともとコンセプトがそのゴミに命を与えようっつって、うん、新聞紙と、うん、まあ、テープ、カラーテープ、まあ、ガムテープとかカラーテープでこう物作りをするっていうワークショップがあったんだけど、うんうん、あんなのもな、すごいよな。そういうね、なかなか大人になったらああいうこと、ね、発想しないよな、うん、本当にものすごいっすね。そろそろ NHK とかにも出るんじゃない。どうなんだろう。なんかでもね、ワクワクさん、ワクワクさんみたいな立ち位置で、うん、なんかものづくり、そうそうそう、パパッと作ってたしね。やっぱり発想が川島さんなのか、作るものがね、うん、なんだっけ、クジラのおひれの切ったそのなんか部分みたいな、切れ端部分みたいな、ちゃんと切ったところの輪切りの断面の部分も再現されてたし ね、まあ、ね、ということでこんな感じでね、はい、まあいろいろね、仕事させてもらいましたけれども、はい、トゥナイト5残り40秒ぐらいになりました。いやー、今週もね、皆さん聞いてくれてありがとうございます。いや、本当にね、ちょっとね、はい、今週はだいぶ落ち着いた回になりましたけど、まあ、ちょっと僕が熱くなってラジオを忘れてしまった部分もあるんですけど、いや、来週は必ず、まあね、はい、ラジオの
面白い部分をつついていきたいと思います、ね、まあまあまあもうどうでもいいですけど映画祭も近いですから、はい、ね気合い入れて僕らも頑張っていきましょう。はい、はいということで、Tonight 5水曜お送りしました飛び出せマーメイドでした。ということで明日は、木曜日ビーチキャッスルですね、毎週月曜から金曜日毎日 Tonight 5やってるんでこれからもよろしくお願いします、はい、それじゃあまた来週バイチャー。ありがとうございます。お疲れ様です。うわ。え、危ね。ありがとうございます。カリフォルニアからも。いやすごいですね本当に。皆さん外国の方からメッセージいただきましたよ。ありがとうございました。行きたかった。